1回の表ジャイアンツの攻撃、そしてこの回の先頭中島、マウンドは先発ピッチャー篠田。今日の第1球、1球目は空振りです。カウント1ストライクノーボールです。2球目はどう攻める。これはまっすぐ、まあ昔と違ってね、今はまっすぐでもまっすぐとは限りませんからね。ですね。変化球、これは高めに外れました。ボールにしてきました。次の4球目、2年度は変わりません。真ん中打ってカウルです。カウルになります。でもね、バッターがミスして助かったんですよね。はい、そうなんですね。カウル、さあこれはいい当たり、打球はショートへ、取りました。一塁送球、アウト。一塁はアウト。中島ショートゴロには、この回はワンアウトになっています。何を投げてくるか、まっすぐを打って、取って一塁に送ります。高橋ショートへの内野安打になりました。そして打順が変わります。中村、初回からヒットを許しています。どこから攻めるか、初球を叩いて、これはいい当たり、これはショート取った。二塁はフォースアウト、中国を打ち、チームアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。1回の表終了、ジャイアンツ最後はダブルプレーに終わりました。代わって守ります。現在2位のカー、今日こそは勝ちを拾えるのでしょうか。最初の球は初球を投げてストライク、ワンナッシングです。さあ2球目はストレートを持ってきました。2ストライク、追い込んでいます。遊び球はあるのか、あっと打ちました、高いバウンドになりました。ファウルボール。次が4球目、ストレート三振。最初から三振取れましたからね。はい、いい立ち上がりとなりました。そして次の2番アマレ、まず先頭バッターから三振を奪っています。どこから攻めるか、まず最初のボールを決めていきました。ボールカウントはストライク、さあどうでしょう。ストレートを打って右に持っていった、ライト線に上がっている、取りました。これで2アウト、天谷ライト2アウトになっています。最初の1球は何か、最初は見ていきます。ワンストライクです。2球目はどうか、見送ってストライク、2ナッシングです。さあ決め球を見せるか、インコースを打ちました。これは高いバウンド、この打球はファウルになります。さあ第4球、チェンジアップでしょうか、打ちました、ファウルになります。カウント変わらず2打席、あーっと打った、三遊間、これはどうだ、抑えた、一塁へアウト、一塁アウトはスリーアウトチェンジ。さて0対2回の表、ジャイ攻撃中のジャイアンツ、先ほどのイニングは残塁が1つ、そして得点には至りませんでした。さあ外から攻めていきます。ワンストライクノーボール。さあ宮本さんにお聞きしましょう、この立ち上がりという、これは大きい、強い当たり、いった、これは大きな当たりだ、これは大きな当たり、先制のホームラン、これが4番、5番の指名です。中広島の空にアーチを放ちました。2点を見て先制のホームランが出ました。いい形で先手を取っていきます。そして先制のホームイン、1対0。そしてベンチ前、コーチもいます。1点先制します。ここで試合が動きました。さあ今のホームランです。ジャイアンツが先制しました。打順は次に変わります。篠田、今日の1回までのピッチング、許したヒットが2本、この回は1本ありました。どこから攻めるか、落ちました、味方、間をきれいに破りました。さあヒットが出る、ランナーを出していく、いい、レフトへヒットを打ちました。バッター第1球は初球インコースから入りました。ボールカウントノーワン。次の第2球、またついている、さあこれはどうか、ファーストへ、しかしこれは大丈夫、アウトです。阿部ピッチャーゴロに終わっています。一人倒れています。ワンアウトランナー二塁です。どうですか、パスカー、ここはどうすればいいでしょう。この状況であればね、得点できますので、ね、はい、ここからの得点はあるんでしょうか。ええー、2球目はどう、ストレート、これは低い当たり、ショートが取ります。一塁へ、アウト、松中ショートゴロに終わりました。これではね、チャンスが広、序盤からの先制点、後続は抑えたい場面です。第1球はどうか、あっとこのチャンス、セカンドゴロということになります。ファーストへ、一塁、これは有利アウト、これでスリーアウトチェンジです。2回の裏か、4番バッター栗原、
初球はどうか。まずはストライク、カウントワンストライク、ノーボールです。さあどうでしょう。この打球が大きいぞ。センターに上がった。後ろに下がった、下がった。栗原センターフライに終わりました。そしてバッターチー最初の1球、まず外から入りました。ワンナスイングです。2球目はどうするか。真ん中はセカンドが取ります。ファーストへ送ります。一塁アウト、チーセカンドゴロに終わっています。グライシンは今日も先発での登板となりました。そしてランナーは許していません。ストレート打ちました、取りました。一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジになります。2回の表、3回の表、ジャイアンツの攻撃。ジャイアンツの先頭、攻撃中のジャイアンツ、先ほどの回は残塁が1、しかし1点が入っています。何から持ってくるか、打っていった、今のはファウルになります。バッターグライシンは、さあ第2球インコース、この球は外れました。ワンエンドワンになりました。さあ3球目、あっと打ちました。低い打球になりました。あっと受けた、抜けました。ノーアウトからランナーを出します。勝川さん、今のはどうでしたか。今のはね、ちょっとおやーというボールでしたね。はい、その球を打ってヒットにしたのが今のバッティングです。1投目はどうでしょう。その初球ボールになりました。わずかに入りません。さあどうでしょう。詰まった、詰まっています。これはピッチャー正面、取った、2塁アウト、1塁転送セーフ、1塁はセーフ、ダブルプレイ取れない。そして次のバッター、ばっかり詰まった広島市民球場から実況生中継でお送りしております。さあ1投目、初球スライダーで入りました。ワンストライク。2投目、打っていった、ファウルになりました。キャッチャーのサインは、この球は外れています。カウント2エンド1、次が4球目、これはボールです。2エンド2になっています。次が5球目、ストレート来ました。結局スイングアウトの三振です。2回目の打席はどうでしょう。どこから行く、まずは初球見送りました。ストライクゾーンを1回も攻めています。さあ2球目、大きく外しています。2アウトになっています。3球目はどうする。低めは、これは入っていました。ここは追い込んでいます。さあ次の4球目は、引っ掛けました。高いバウンドになりました。ピッチャー取りました。1塁に送ります。1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。3回のバッター石原、初球はどうか。最初はストレートから来ました。宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。ここまではいいと思いますけどね。ですよね。らしい投球を見せています。さあ外してくるのか。3球が決まった。遊び球はありませんでした。打順ワンアウトになっています。どう組み立ててくるか。まずは見送りました。ワンナスイングです。どこに構えるか。ストレート、ツーストライク、追い込んでいます。さあ1球様子を見るのか。これはいい当たり。これは低い打球、トヨブショートライナー、ツーアウトになっています。何から持ってくるか。低めな感じになりました。これはピッチャーの横、取った、一塁に送ります。同点のランナー、ツーアウトからヒットで出ます。シロバッター東出、初球は手を出しません。ボールカウントワンストライク。次の2投目、なんとこれは強い当たりだ。低い打球になりました。バッター下のワンバウンド、気になる東出、ライトへのヒットになりました。さあ初回のライトです。ライトフライに終わっています。さあ最初の1球、初球空振りです。ワンストライクノーボール。2球目、さあ打ち上げた、ライン際際どいか。ファースト交代します。取りました、3アウトチェンジ。途中交代を、4回の表、バッター村田修一、第1球は最初は変化球できました。ここは1球外します。次の2投目、ストレートを外れました。ノーツーです。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ3投目、チェンジアップ打ちました。これは高いバウンド、あっと弾いた、すぐにカバー。これはサードにエラーが記録されます。そしてバッターは点差変わらず1点差、ジャイアンツがリードしています。初球は外のボール打ちました、ファウルボール。でも危ないボールだったんですけどね。そうですね。さあ次はどうされるか。真ん中打った、これもファウル。さあ次のサイン、今度もまっすぐできました。1球外しました。さあ4投目、内へのボール打った、これはショートになります。取って2塁はアウト、そして1塁転送、1塁はアウト、6-3のダブルプレー。
そして次の6番阿部左のバッターボックスゲッツーでツーアウトにしています。どこに入れてくれた。初球ストライク、カウントはストライクノーボールです。篠田今日は4回途中までを投げ許したヒットは4本、そして1失点となっています。一気に来るか。あっという間に三振のスリーアウト。最後は打ち4回の表が終了。ジャイアンツ得点はなりません。この試合も4回途中までを失点0、連続無失点イニングが17となっています。2球目です。この球は見ます。さあここは追い込まれていますが、果たして3球勝負するのか。決まった。3球三振。最後三振を取ったのはグライシンは1点リードのマウンドが続いています。何から持ってくるか。いい当たり、初球からいった。これはショート、いい当たりでしたがショートゴロです。あーアウト。栗原ショートゴロ。2回の第1打席セカンドゴロに終わっています。さあ第1球、最初のボールを決めました。ワンナッシングです。さあ2球目、これもいい当たりだ。これは三遊間へ、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さて試合は5回の表、奪った三振の数が2となっています。どこに入れてくるか。初球変化球は空振りです。ワンストライクノーボール。2球目はどう攻める。まっすぐを打って左への打球です。前に突っ込む。ワンバウンドヒットになりました。さあノーアウトのランナーです。松中レフトへのヒットが出ました。さあ初球、初中から際どいコース、この球は外れています。さあ次はどう攻めるか。決めてきます。外へ2つ続けました。さあ3球目は変化球、レフト線に上がった。レフト線ワンバウンド、クラー打ったバッターはセカンドへ、ツーベースヒット。そして打順はピッチャー篠田。今日の4回までのピッチング、許したヒットが6本、失点は1という成績です。初球は初球ストライク、カウント1ストライクノーボールです。さあ2球目、ストレート、右へ。これは右中間への打球。さあタッチアップ、このタイミングはどうか。さあサードランナータッチアップ、帰ってくるか。サードランナーがホームベースを踏みました。2対0、1点を追加します。2点のリードに変わりました。リプレイでご覧いただきます。この得点の場面です。ここで1点追加、犠牲フライで三塁ランナーが帰ってきました。そして次のバッター、2対0ジャイアンツがリードしています。第1球、1球で狙っていって当たりません。ワンナッシングです。次の第2球、ストライクになります。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。行きました。これはピッチャー取った。一塁送球、一塁アウト、ランナー進めました。中島セカンドゴロ。3回の前のですね、スイングアウトの三振に倒れています。まず初球、真ん中打って右へ持っていきます。右中間取りました。これで3アウトチェンジ。ゲームは5回の裏、カープのグライシンは今日のゲーム打たれたヒットの数が2となっています。どこから攻めるか。最初はストレートから持ってきました。カウント1ストライクノーボールです。この球はどうでしょう。ストレート打ちました。取りました。これでワンアウト。前田ショートフライ。中の第1打席空振りの三振に終わっています。さあ最初の1球、初球を投げてストライク、ワンストライク。どこに構えるか。ストレート打って、この打球はライトに上がった。ライトの前に落ちました。ここでランナーを出しました。ライトへヒットを打ちました。そしてこの試合の奪三振の数が3となっています。初球はどうでしょう。最初は空振りになりました。ボールカウント1ストライク。第2球はどう。ストレート打ちました。ピッチャーの横取った。2塁アウト。豊ピッチャーゴロに終わりました。セーフ。1塁はセーフ。ダブルプレイに逃れた。グライシンはこのバッターを抑えるともちろん勝ち投手の権利を手にします。低いボール、打球はセカンドへ。セカンドが抑えます。一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあジャイアンツ、広島市民球場は6回、バッター中村典弘。さあ初球、これは大きいぞ。打球はレフトへ上がってどうだ。追っていきます。あー飛んでた。頭の上を越えた。このタイミングはどうか。ツーベースヒット。中村左中間へのツーベースになりました。ホームランが欲しい場面での登場です。村田、そのバッターボックスです。バッターは4番村田修一。最初のボールは
真っ直ぐ打ちました。打球は三遊間へ。サードが抑えます。ファーストへ送ります。アウト。村田サードゴロに終わっています。この頃ではね、今日の奪三振の数は2となっています。どこから狙うか。ストレート左への打球、余裕を持って取りました。ランナーはそのままツーアウトになっています。第1球はこの球は大きく外れます。ここまでの失点が2となっています。次の2球目インコース外れています。2球目はこれは外れました。さあ3球目決まりました。ワンアンドツーになっています。これが3回目のバッターボックス。さあバッティングカウントどう攻める。4回の2打席目見逃しの三振に倒れています。さあ何を見せるか。打った、打ち上げてセンターです。ボールを追っていきます。取ってこれで3アウト。さて6回目1投目まずはストライク。ワンナスングです。第2球入りました。これで追い込みました。さあ決め球を見せるか。あっと3球三振。3球で蹴りをつけました。1投目はどうでしょう。最初はストライク、ワンストライク。2球目あっと今度は外。ボールカウント2ストライク。追い込んだが変化球を打っていった。1、2塁間です。抜けたら抜けました。さあヒットになる。ライトへのヒットになりました。ちょっと打ちやすいか。4回のタイムです。見逃しの三振に終わっています。さあファーストランナーがスタート。打ちました。さあ1、2塁間ファーストランナーセカンドベースを取った。ここでヒットが出ました。この展開で打席がこれが今日3回目の打席。ここで2番手このピンチまたランナーを出しています。2点のワンアウト。最初のボールは初球ストライクを取りました。カウントワンストライクノーボールです。次の2球目真ん中打ちました。これでアウトが2つ。クリハキャッチャーフライに終わりました。この2アウトになっています。第1球はわーっとバッター危ない。1つ前の打席は綺麗な当たりだったんですがサードゴロに終わっています。さあ3回目の打席3投目バッと上げてしまったが左へ。この打球はファウルになります。今のはねバッターのミスですよね。そうですよね。この場面三振。スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。でもうまいこと俺がしましたよね。さあジャイアンツこの後下位打線から始まります。さあ先発ピッチャーマウンドを降ります。7回の5回の打席でレフトへのシングルヒットを記録しています。最初の1球最初はもうワンボールになりました。ここまでのジャイアンツヒットが7本2得点というストレートを打ってショートが取ります。1塁へアウト。1塁はアウト。打順が変わりジャイアンツ今日もリードを取っています。第1球はどうか。三遊間の当たり抑えた。ファーストへ送ります。アウト。アウトです。ピッチャーに回ります。ツーアウトになっています。どこから行った。最初は高めに持ってきました。ワンストライクノーボール。2球目またストレートできました。カウントワンエンドワン。さあ3投目ストレートピッチャーの正面バッと破った。綺麗に破りました。ツーアウトからのランナーを出します。ジャイアンツ今日放ったヒットの数さあジャイアンツ2アウトからヒットが出ています。何を投げてくるか。いってこれはサードになります。取った。1塁送球。1塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。7回の表勝ち。7回今日3回目のバッターボックスです。最初の1球は何か。内へ。最初は低めの球。でもまっすぐなんかもですねいろいろありますからね。ああですね。低めに入っています。直球で追い込みました。さあこれはいい当たり。これはセカンドになります。やったー。一塁間も抜けていきます。ヒットになります。では勝川さん今のはどうでしょう。あの
し、フォーゲンは1回出塁しています。第1球です。低め落ちました。抜けた。三塁線。ファーストランナー二塁回った。打ったバッター一塁を蹴った。ツーベースヒット。初球見送っていきます。もうボールが来てますよ。そうですよね。真ん中は綺麗に抜けていました。三塁ランナー今ホームイン。2対1センターへの点。ここで満そして6回の3打席目スイングアウトの三振に倒れています。初球を投げてストライク148キロです。次のボールはアウトコース149キロです。様子を見ていくか。三球三振見ました。三球で三振を取りました。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあまずはストライクを取りました。今日はストレートが伸びてきます。次の2投目まっすぐを持ってきました。さっきのインコースを見せてこの外ですよね。なんと転がります。マジでファーストから転がっていきます。三塁ランナーが今ホームイン。2回に追いつきましたか。ここで同点にしています。そして次今日4度目のバッターボックス。まず初球まずはストライク。もうストレートが走ってますよね。そうですよね。150キロ出ていました。一気に来るか。やっと打ちました。打球は開いレフトです。もう完全にね力で負けてますよね。それにしても気持ちの入っ途中経過です。仙台からお伝えします。2対06回の表に入っています。東京ドームは試合が終わりました。6対3バファローズ。さあ3番手のピッチャーを送ります。横山8回の表ジャイアンツの攻撃。6番手さあどこから来るか。初球インコースバッテリー外してきます。2球目です。変化球打った。1、2塁間です。ファースト取った。1塁に送ります。アウト。宮本さんにお伺いしましょう。まあ、アウト。バッター中村典人どこに出てくるんでしょうか。この受け方は悪いな。ああダメだ。一塁に送ります。一塁はアウトになります。中村ピッチャーツーアウトになっています。最初の一球は何か。最初は見ていきます。ここは外してきました。2投目直球で決めました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。さあ3球目は今度は大きな変化球ワンストライクツーボーバッティングカウントになった。あ外のボールが落ちてピッチャーです。一塁これは余裕でアウト。さあさあこの後4番バッターからということになります。8回の裏カープロック。落ちた人外のボールボールカウントワンストライク。次の第2球大きく枠を外してきます。さあ3球目これはストライク。本当に速いですよね。はい今のは150キロでした。当てただけ。上がったかライトです。打ち上げましたね。チームライトフライに倒れました。7回の前の打席ライトへのヒットを記録しています。最初の1球真っ直ぐを追ってセンターに上がった。確かにスピードありましたけどね。まあ詰まりましたね。さあ、9回の
2対2依然同点のまま試合が落ち着いています。どこから行くか。その初球ボールから入りました。ここは1球外します。2球目です。打ってファウルです。横山今日は8回からマウンドに上りました。2イニング目の投球ということになります。さあ3球目はどうか。いけ、これは中間が上がりました。フルネースは大丈夫でしょうね。きれいに抜けた。ランナーも抜けました。さあ中継間に合うか。ツーベース、右中間へのツーベース。この展開で打席が回って横山、今日は1回を投げて許したヒットが1本、失点なしのマウンドです。どう組み立てできるか。今度も入れたい。セカンドへの打球、一塁へ。一塁、これは余裕があります。アウトです。阿部セカンドゴロに倒れました。あ、今日4回目のバッターボックスに入っています。1投目、最初は変化球を持ってきました。コーナーいっぱいに持ってきました。さあどうでしょう。アウトコース打って見事にはセンターへの打球、取って松坂センターフライ。なんだよ、立ち上げできないのか。今日4度目のバッターボックス。まずは初球、初球わずかに外れてボール、ワンボールです。2球目はどうでしょう。ストレート、この打球は1球目が上がった。押した押した、ワンバウンド。ボールが返ってきたが、このバウンドが今ホームイン。3回に相手のタイムリーヒット、追加点が入ります。最終回ついに1点のリードを奪いました。ここでピッチャーに回りますが、落ち右の打席です。これ代打ですね。さあホームランの欲しい場面、ジャイアンツピッチャーに回ったところで代打を告げました。カブレラ右バッターボックスに入ります。さあジャイアンツこの試合もリードしています。初球はどうでしょうか。まず高めのボール、ワンストライク。ジャイアンツ貴重な1点が加わりました。2球目はどうする。真ん中を打ったセカンドへ、取って一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジになります。さあカーブ、まず藤川球児出してその後に振り抜く。この試合4回目、9回目、今日4回目のバッターボックスに入っています。何から持ってくるか。最初は速いボール、153キロ出ています。次の2球目、真ん中は1、2塁間へ、あっと抜けた、抜けていきます。さあヒットになった、同点のランナー、ノーアウトから出ました。今日ここまでは3打数ノーヒット、まだヒットが出ません。さあ初球、ここを送りバント、ファウルです。ファウルになります。これが4回目の打席、第2球。次はインコース。いいストレートですよね。はい。今のは151キロでした。スリーバントが抑えた。ファーストへ送ります。きっちりと送りました。さあ、ワンヒット同点のチャンス。さあ、ピッチャーの打順でピンチヒッターを送ります。変えていいですよね。まっすぐ打ちました。高いバウンドになりました。取って、一塁に送ります。一塁はアウト。ランナーは三塁に進んでいます。ここで打順は1番、東野。ジャイアンツ、ここで6番手のピッチャーにスイッチします。クルーム。この前の打席なんです。三振に終わっています。抑えて勝利とするのか。初球見送っていきます。でも速いボールですけどね。そうですよね。158キロ出ていました。ラスト1球、インコースボール、ボールカウント2エンド1。さあ4球目、あっと三振、試合終了。これはバッターに送りました。3対2、3連戦、この2試合目もジャイアンツの勝利となりました。ジャイアンツ連勝を7に伸ばしました。オチ、今シーズン初勝利を挙げています。クルーン、素晴らしいリリーフでセーブを挙げています。緊迫したゲームとなりました。1点差。勝利監督インタビューが始まっています。さ
さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。広島対巨人2回戦の模様をご覧いただきました。この放送の解説は達川光雄さん、そして宮本和人さんでお送りしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポーターの2人もご苦労様でした。どうもありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。